ご苦労様です、警察の皆さん安心してください。安倍政権は絶対倒れません。スクープデータを持って今日は参りました。官邸の中でもこれ聞こえたら本当万歳して喜ぶぐらいのネタであります。実際ですね、水曜日の水島さんの番組でちっと明らかにしますけど、一部はもう私のブログで拡散記事でもうブログにアップしてあるんですね。どういうことかと言いますとですね、警察の皆さんも腹の中で万歳していただきたいと思うんですよね。どういうことかって言いますとですね、あの大朝日新聞が森友なんかのみぐらいで朝日が贈答したらそのぐらいの巨額のね、これは詐欺括弧犯罪です、括弧に入れる犯罪ぐらいの悪どいことをやってたんです。皆さん朝日新聞の築地本社皆さん行ったことありますよね。あそこはもともと海軍経理学校跡地4400坪ね、有楽町から移るときに必死となってね、朝日の記者は国有地を探してたんですよ。毎日も読売ももう有楽町から出てましたからね。でどうなったかって言いますと、大蔵省担当の記者がいい土地があるということを見つけてきて、それを聞いた専務がですよ、ここでねいい加減なこと言えないんで、週刊新潮の97年1月25日頃にきちっと書いてあるんです。自分はもう年取っちゃってびっくりするぐらいちょっとびっくりしてるんですけど、リアルタイムでその記事覚えててファイル帳に入ってたんですね。それを読んでね、腰抜かすほどびっくりしました。まさしく国有地のこの問題なんですよ。どういうことかって言いますとですね、入札も何もなくですよ、専務が大蔵大臣に直接会ってうんと言わせた。4400坪、当時ね、1坪大体200数十万ぐらいだったんですよ。ね、うんと言わせた。社長が挨拶に行った。これはね、管轄区の中をちょっと要約してるけど、正確に読みますね。国有地の払い下げは、よく国会でも問題になるが、まさしく今ですね、国会の、これ、聞いてください。国会の野郎どもの、これは誰の言葉って言いますとですね、1993年1月6日に OB 会が行われたんです。それで広瀬社長がその OB 会でやっとねいい土地見つけましたよという報告をした。その場所で朝日の OB が答えてるこの言葉なんですね。すごいですよね。国会の野郎どもも朝日が怖いから何も言わんし、委員会でも問題にならん。発行部数が667万部、読売毎日をはるかに抜いている。その天下の朝日新聞が国有地の払い下げを受けても文句はねえだろうと。これは OB の言葉ですよ。ねえ皆さん、どう思います ?200 万で掲載して、その経理、海軍ね、経理学校跡地。当時のお金で88億円。それをですね、買ったかったら買ってないんですよ。朝日新聞が浜田山にグラウンドを持ってたんです。そのグラウンドは、その専門家に言わせますとですね、その縄文時代の遺跡があるというような感じで皆さんも大体承知だったらしいんですね。朝日新聞はそれをはっきり言わないで、大蔵省はそれを買って、ね、公務員感謝を立てようと交換したんです。その土地は浜田山の土地は9000坪、ね、9000坪、大体ね4分の1か5分の1だと思いますよ、宅地を建てればね。ところがね、それでその45年前の記事を読んで、私ジャーナリストですから杉並区役所に問い合わせて聞きました。その9000坪の塚山古墳と通称呼ばれてたの今どうなってますかと、ね、約9000坪、その9000坪の土地は、ね、環境文化のその施設というか縄文の戸籍が出てきたんで、今現在大蔵省から払い下げを受けて杉並の浜田山戸籍公あの遺跡公園、遺跡公園ってそっくりそのまま何の建物も建てることできず公園になってるんですよ。皆さん、この
すり替え分かります？公園になると宅地価格とは全然違いますよね。ほとんどただの状態で杉並はもらったんだと思いますよ。そうなればね、その約築地の土地が88億、まあ100億としますね、当時。したら今一坪5倍ぐらいになってるじゃないですか。じゃあ100として5倍だったら500億かな。うん、それがほとんど公園で手つかずで交換、要するにどういうことかったら、その当時も売買価格の差額はお金をねで調整するということになったんです。そのお金で差額のお金が17億円、ね、朝日新聞が17億円、それを払ったかっつったら、国から借金して10年間の延納時間っていうのがあってね、買い戻し特約という担保、それは大蔵省が築地の土地に担保29億円の担保をつけて、ね、今3年の国有地をね、論にしたら問題だとか朝日さんざん偉そうなこと言ってるでしょ。てめえのところは10年のね、返納期間を認めさせてたわけですよ、朝日新聞。それでね、産業廃棄物が問題だと。で、産業廃棄物を取っ払って安くしても、あそこには学校が建ってますよね、もともとところ。ところが同じ産業廃棄物でも3000年4000年前の産業廃棄物は宝になっちゃって、手をつけれないんですよ。家上にね、建物とか建てれないわけですよ。これをこ、詐欺って言うんじゃないですか、皆さん。犯罪ですよね。朝日はその土地が手をつけれない土地だって承知の上でね、大蔵省と国有地の交換をもし行ってたとしたら立派な犯罪ですよね。それはね、各、新聞社、毎日新聞、読売新聞、日経新聞、全部国有地の払い下げです。どの口が記事を書いてるんだと、ふざけんじゃないと。全ての新聞社は国有地の払い下げです。それで必ず地下に駅ができるんです。築地の朝日新聞の本社のところも、あんな不便なとこ行ってどうするんだってなったら、今 OL 線とかね、いろんな駅がね、全部乗り換えで立派ななんか駅が4つぐらいあるでしょ、いろんなのがね、朝日新聞。いや、もうこれでね、安倍さんも麻生さんも絶対大丈夫ですよ。警察の皆さん、安心して支えてあげてくださいね。絶対これで大丈夫ですよ。この事実はね、マスコミや新聞社は書けないんです。新聞社は今はインターネットの時代ですよ。インターネットでこの情報がね、まあ200-300万ぐらいバーッと弾け飛んでしまえばね、もうぶるっちゃいますよね。テレビ局も一緒でしょ、だいたいね、払い下げの土地でしょ。ふざけんじゃないよと。あんなちょっと自分も関係してる新聞社に原稿出したことあるんですよね、昔。あ、雑誌ね、皆さんちょっとここだけちょっとなんとかつって3行か4行をね、この朝日のことを書いてたんですよ、闇で。で、頼まれて、あ、そっかと思って、そこ削除されちゃったんですよ。で、自分は一回ね、原稿に書いてることなんです、この問題はね。だから記憶にあって、ゴミの屋敷みたいな汚い部屋なんですけど、ね、一日かかってね、どこ行ったかなっていうような感じで資料を探して出てきました。それは昔の資料ですけど、問い合わせしたら、現在そのままなんですよ。公園ですよ、公園。いやー、よかったです。官邸の中でいる人、ね、安倍さんと麻生財務大臣は、チャンネル桜およびジャーナリストの水間が助けます。